伊福部は古代日本の職業部及び名代の民、五百木部、路上部、伊福部とも表記する。伊福部は、美濃国元素郡、山形郡ほか、東は、道の区国、武蔵国、東東海国、尾張国から、西は、薩摩国まで広く分布しており、とりわけ、美濃を中心に、稲葉国、出雲国、秋国などの中国諸国に広く分布しており、 和名類受賞にも、伊福部の地名が、各地に残されている。美濃国の伊福部、稲葉国の伊福部神岩見国の伊福部しなどは、いずれも、伊福部の干渉者であると思われる。伊勢国渡来群城多郷にはこう、大三神宮儀式町に、田辺神社の四、至りとして、東は五百木べきを一家を限りとすという文がある。職称については、 日本三大実録上岸4年6月15日上に、張馬国伊伯軍画学寮党聖務衣服帝、本世五百目部連に服すとあるように、笛吹きの部であると言われていた。現在有力な説は、以下のようなものが存在する。五百目部と同じで、慶光天皇の御子、五百条入彦御子の名城の部、伊吹に携わった部、伊福部氏の系図に、枠語神という人がいて、 陰陽天皇の時に祈祷して、気を氷風に変えたという伝承があり、稲葉国造族は、製鉄氏族の物のべしと同族である。鏡や火の金といった金属関係の地名にも関わる。火吹気がなまった部。有力天皇3年4月に、路上ブレン、空立巨湯と竹彦親子の名があり、竹彦は、ユニンとして朝廷に仕えていたわけことから湯を扱う、下級管理として、 水部ととすすするるるる分布状態からすると大規模すぎる点が何であるなお、五百目部と伊福部は混同されがちであるが、本来は、明大の五百目部と丹野部の伊福部とは別物であったと考えられる。中央の友の宮津湖には伊福部連があり、天武天皇十三年十二年宿根生を賜っている。新戦星四六、左京神別、山徳につ神別には、 伊福部クネを乗せ、尾張蓮と同祖、秘鳴命の後とする。河区につかみ別には、五百目部連もある。宮城十二門の一つ、陰府門の名前の由来にもなっている。伊福部の友の宮津子氏は、蓮の他に、神、君、皇などがあり、一族には、自家、首、燻製のものも存在した。ありがとうございます。